い、こんにちは。こんにちは。こんにちは。今日は7月22日水曜日、プロパーズ TV のスタートです。この番組は皆さんのご家族のストーリーから幸せな未来を応援するオンラインワークショップです。今日は33回目だよね、ゆうきちゃん。はい、33回目です。3回目、ゆうきちゃんちょっと嬉しそう。その理由がちょっとあるけどね。ゆうきちゃん話しますか。今日の MC は東京都渡辺と世田谷区から宮田ゆうきです。33、実はうちのパパの背番号なの。いや、すごいよね。いい数字、綺麗揃ってて。長島、ね、長島監督に憧れて33。自分で決められるの？決められる相手ったら、あ、そうなんだ。すごい。そんな記念すべき33回をゆうきちゃんと放送したいと思います。今日のトピは、ゆうきちゃんとこのクロパズ TV をやろうっていうね、話で言ってて、あ、テーマね、テーマを何にしようかっていう時に、ゆうきちゃんが〇〇記念日っていうのをずっとやりたかったって言ってたので、それにしようってことになりました。ではトピを紹介お願いします。はい、今日33回まるまる記念日のトピは、トピ1、まず簡単レイアウトをご紹介します。その後トピ2で、曲アドの皆さんの自己紹介を兼ねて、曲アドの皆さんのまるまる記念日ページ、すごいほっこりするので、ここでちょっとお話しします。トピ3は、ちょっと聞いてよのコーナーです。どうぞお楽しみに。はい。ありがとうございます。その〇〇記念日っていうのをちょっと簡単レイアウトの前に軽く、なんていうの、説明した方がいいかな。うんうん、説明。じゃあゆうきちゃんお願いします。私そう、記念日ってたくさんあると思うんだけど、お誕生日とか、七五三とか、そういうお祝いのページも皆さん作ると思うんだけど、ママになると本当子育てをずっと見ていて、例えばなんだろう、初めてつかまり立ちをしたとか、うん、小さい小さい今日初めて記念日みたいな、うんうん、イメージは私サラダ記念日からだけど言ってる丸々記念日っていうことで、その小さな小さなお母さんだから分かる成長の喜びとかの記念日を今日皆さんとシェアしたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。確かにアルバムを作ってると、あ、初めてこの時こうだったとか、あ、こういうことができるようになったとか、いっぱいね、うん、作ってたりすると出てくるので、それを記念日としてね、作っちゃおうっていうね、感じです、ね。じゃあトピ1では、それを丸々記念日に作れるようにページを仕上げたいと思いますので、よかったら道具を出してお待ちください。じゃあちょっと画面手元に切り替えます。はい、じゃあトピ1のね、簡単レイアウトはジャーナリングがたくさん書けるようなレイアウト、泉さんがシェアしてくれます。泉さんもね、丸々記念日1ページ選んでくださいっていうのに選びきれなくて、こんなのもあったよ、こんなのもあったよってたくさんの記念日をね送ってくれたんだよね、泉さん。もうね、選べなかったの、いろいろ見てみると本当にいっぱいあるんだと思って。いっぱいあるよね、あれを作ってると。そうだったんです。なのでそれはトピ2で、ね、紹介したいと思います。それではトピ1、簡単レイアウトです。はい、映ってるでしょうか。私の手元画像です。見て、スマイルクロップこちらのページは ね、ここにジャーナリングがぎっしり書かせてもらいました。このレイアウトと、あともう一つ作ってみました。こちらは見開きなんですが、なんか一見全然違うレイアウトなんですけど、実は同じカット法で、ほぼ同じカット法で、この片ページでちょっとぎっちりな記念日ページと、こっちの見開きの記念日ページを作ることができますので、カットしていきたいと思います。用意するものはデザイナーペーパー1枚と、あとマットペーパーを使っています。今月ね、発売されたフラワーエッセンシャルのブルー。私、このチェックが大好き、このドットと。じゃ、それをまず、3分割するので、4インチで3個切ります。よいしょ。もうね、
バーを伸ばしちゃった。あ、バー必要ないね。バー必要ないのに伸ばしちゃった。4インチを3個切ります。もし、皆さん、道具広げてたら一緒に作ってみてください。はい。そしたら、オーバルを今回使用したいと思います。基本の道具にね、入ってるオーバルちゃん。私がよく呼んでる呼び名が特大、大、中、小と呼んでいて、今回使うのがね、このサイズなので、中です。ちっちゃいのから、次の2番目の大きさの中で、ブレードは、飛んでちゃった。赤です。外側の赤で切っていきます。まず、2枚っていうか、1枚は、この半分、軽く折っちゃってもいいんですが、見開きにする方は折らないで、私はレイアウトしたんですけど、こちらのページはね、折ってるんですね。こう折って、こっちの表とドット面が両方出るようになっています。ですので、片ページの方は折ると、ここの 4×6 のところに、こう、あ、これじゃない、これじゃない、危ない、危ない。こっち、こっち、もうしまっとこう。よいしょ。こう、中心がね、わかりやすいと思うんですけど、見開きの場合はこのように伸ばした状態でやるので、まあ、ど真ん中でもそこはお好みなところで抜いてください。一つの棒に対して、まず1個抜いていきます。じゃあ、ブレードは逆さにして、もうワークショップでも何回もやっています。このポチポチは入れて、はめて、移動します。ね、これはもう癖付けさせてくださいね。ど真ん中にやったらぐるっと切ります。よし。はい、これで1個目。このね、窓。これでもうカードっぽいけど、ここにジャーナリング書いてもいいかも。で、もう1枚目もちょっと折っちゃおう。で、片方も、このままね、こうやって移動すればいいだけです。ブレードはくっついてきています。こっちとここが均等になるように置いて、ぐるっと一周します。こうやってね、記念日すぐページにできるように、ちょっとキットにしといたり、下準備しておくといいかなと思います。で、この3本目のやつは、2個取ります。ちょっとぎっちり抜けば下の方がちょっと余るので、タイトルとかをつけるのにも使えるんですが、この外側は使わないので、もう本当にこのオーバルだけをちょっと必要としているので、ぎっちりちょっと抜いちゃおうと思います。このままね。そうするとちょっとここが 1.5 ぐらい余るかな。タイトルスティッカーとか、レーザーエンバリッシュメントとかを貼って、タイトルに使えるかなって、おっと、ハプニングです。切れてない。よし。そういう時は焦らずハサミで。今月発売のハサミです。とてもカーボンだけで軽いんですよね。黒いんです。かっこいい系です。あ、すいません。ちょっと私の力の入れ方が。よし、切れた。はい。そしたら、オーバルは4つあるはずです。はい。そしたら、このページね、このページはゆうきちゃんがね、仲間たちとアルバムのイベントをやったよっていう、私が参加させてもらって、すごく嬉しかった時の、スマイルクロップ記念日として私が作りました。で、この中にジャーナリングに、なんていうの、子供たちに伝えたいなっていうことが書いてあります。リンもレンも同じ目的を持つ仲間、友達を大切に過ごしていってねって書いたんですけど、こういうふうに配置しました。で、このオーバルをどうするかっていうと、ちょっと切る作業があります。この切るときは、真っ二つなんですね。こういうふうに横長に切ります。パーソナルトリマーまたはストレートトリマーで縦に半分切ってください。チャキーン。で、これを、片ページは全部切ります。2枚ずつちょっと重ねて切ってもいいかなと思います。今回ちょっと見本でこれだけやりますね。そしたら、これの直径のこの中心を決めてください。
ツンと私は軽く折りました、ここね。それをマットに置きます。マットに置く際、この縦横6インチのところに私は置きました。そして、この中心から 1.5 インチのところで折ります。1.5 なので、今のマットですと、1マスが 0.5 なので、0.5、1、1.5 っていうこの3マス目。で、今度左側も1、2、3のところで折ります。で、これをね、全部、先ほど、切ったオーバルたちをやります。ちょっとこの2枚やってみようかな。もう一回ね、こう中心を決めて、例えばドットを表にしたければ、表にしたい方をマットの上に置いて、で、裏面がチェックって感じ。1、2、3、3じゃない。3インチじゃなくて 1.5 インチのところで折ります。で、このように配置して、で、ここが、マットペーパーパックを置いていきます。で、こうやってね、置くときっちり、ここにぷにゅぷにゅしたね、かわいい、縁取りができます。全部切るとね、これを切ると。そして、マットペーパーパックが、今回、ブルーにはマットペーパーがついてないんですけど、私の見本では、春に発売されたスプリングメドレーがとても合うなと思って、このページはスプリングメドレー。そして、先ほどの見開きの方のページは、ピクチャーディスのちょっとパキッとした青も実はこうやってね、合いますので、エンバリッシュメントもこうやって馴染んじゃったので、よかったら合わせてみてください。で、今回このスプリングメドレー、これもね、カット。時間大丈夫かな？カットをしたいと思います。ストレートトリマー、皆さんももうご存知かな？ここにこういう風に、黒いラインが入っている、私は影武者と、結構見えちゃうも影武者とか呼んじゃってるけど、これを出して、マットペーパーは、どこがね、どこで切れるかっていうのを見極めてもらいたいんです。で、これだと、真上から見ることが本当ポイントで、真上から見てこのペーパーのデザインと色が違うところ、真上ちゃんと通ってるよねっていうのを確認してから切ります。マットペーパーはとてもデザイン性も高くて、あとジャーナリングもぎっちり書くのに適していますので、よくいっぱい罫線が入ってるマットペーパーってちょっとこんなに書かないのよねっていう場合は、裏面の無地を使ってフォトマウントとかするんですけど、罫線がいっぱいで本当にその記念日としていっぱい書きたいときは本当にこのまま素直にいっぱい書いてもらえたらなと思っています。で、今回こういう感じでね、ストレートトリマーで2枚切って配置するっていう感じでした。そうするとこれが 4×6 インチなので、ここにぴったりこのね折ったこれとぴったり収まるということになります。はい、そして見開きの方はオーバル先ほど縦にスパーッと切ったんだけど、今度はこの短い方こっちで切ったものがここに 1,2,3,4 って入っていますので、ただそれだけです。これを私は先ほど折ったけど、折らずにただここにこういうふうに置いただけだよっていう感じです。これはレンが、応援団に初めてなった記念日です。こんな感じでね、応援団、本当小学校で一度きりだったんですが、応援団を練習しているのをベランダから見守っているという。で、本番は頑張ってた姿を、応援団初めて記念日として作りました。そんな感じで、簡単ページ、オーバル4つでできる型ページと、見開きの記念ページのご案内でした。ありがとうございます。大丈夫でしょうか。すごい嬉しい。あ、本当ですか。イベントのページ。そう、これはあえてゆうきちゃんにね、見せずに。ね、見せてくれなかったよね。そう、片ページはできてるんだよとは言ったけど、見せてないです。でもこうやってなんか私たちが楽しんでる、大人がね、ママが元気で楽しくやってるっていうのは子供にとっても元気を与えると思うので、そういう姿も
あのページにするといいなと思って、あの記念日として書きましたので、ね、後でゆっくり見てください、うん、後で見せてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次、オーパルのレイアウト嬉しい。はい、じゃあ次は、トピー2になります、はい、丸〇記念日曲アドさんたち、はい、ゆきちゃん、はい、ありがとう。トピック2、まるまる記念日ですね。私、共有します。あ、お願いします。みえさん。じゃあ、みえちゃんからだ。今日は、みえちゃんは、宇都宮のお家からではなくて、どこから中継ですか？通じるかな？こんにちは。あ、やった。みえちゃん。埼玉の越谷にいます。あ、越谷なんだ、今日は。中継 ありがとう。とんでもございません。実は今日ワークショップ中なんでしょ？そうなんです。じゃあお客様も隣にいるの？ここ。あ、こんにちは。こじんまりとやってます。すごい元気そうで何元気です。直接こうやってね、お客様とできるのいいな、ね、東京ではまだまだちょっと難しいかなと思ってできてません。そうだよね。さあ、みえちゃんの〇〇記念日、どっかな？どっかな？あ、出てきた、出てきた。私の〇〇記念日は、はい、長男の俊太に背を抜かれた日、記念日です。悔しいような、嬉しいような。でも嬉しいよね。嬉しいのが。嬉しいんだけど、なんかクソって思ったんです。みたいな。で、学年生の時だったの？そう、これね、シュンタが中2だから結構遅かったね。あ、遅いの？遅くない？男の子にしたらちっちゃい方だったの。か、そう。うちほら、高校1年生と中1だけど、まだ私の方が高いからね。あ、嘘。まだね。そうか。そうなの。あ、じゃあどうなんだろう。中2で抜かれたって普通かな。私はちなみに165です。あ、泉ちゃんがでっかいんだよ。私、でっかく見えて、ほら、ちっちゃいから。そう、この時は、しゅんたは、サッカー頑張るのでね、草加に住んでた頃で、しょっちゅう、毎日一緒にいなかったから、そうか、たまにそう、会った時にね、あ、こないだ会った時は普通だったのに、目線がしゅんたのが上にあるって思った。それで、背比べしたら、やっぱ抜かれていて、はい、写真写真みたいな。ジャーナリングに何て書いてある？しゅんたの成長が楽しみなママ、背はギリギリ抜かれてない、たまにしか会えないからママはこんなスキンシップが嬉しいんだ、たくさん食べて大きくなれ。あ、でも体調には気をつけてね。優しい、うん、泣いちゃう。下の方にも下は抜いた時のだね。あ、2017年8月に。うん。1週間前に会ったときは、と違かったってなってるね。なんか。やっぱり背を抜かれても嬉しかった、嬉しいってなんか。泣いてこんなきゃ困るしね。ねえ。しかもさ、ちょっとさ、嬉しそうな顔してる。ずらいんだよ。ちょっと顎をこう上げて、うん、手伸ばしてんの、しゅんたは。だから早く抜きたかっただろうね。ねえ、私なんかみえちゃんがこの前ゆなちゃん、うん、今抜かされたって言ってたから、あ、そうそうそう、もううちもそろそろだなと思ったら、ちょっと意識して取ろうと思った、うん、うんうんうん、気づいたら多分抜かされちゃいそうだし、気づいたら抜かれてるかも、うん、あ、じゃあまず今取って、私がまだ大きいことを証明しよう。でも分かんないよ、泉ちゃんそんな大きかったらもう抜かれないかもしれないしね。え、そうなの？うん、でも痛い痛い言ってる、膝とか。あー、じゃあ伸びるね。ねえ。ねえ、いろんなことが記念日だよね。ほんと。ねえ、嬉しい。嬉しい。意識して皆さん、記念日の写真撮ってください。はい。ありがとう、みえちゃん、ワークショップ中に。じゃあワークショップに戻ります。ありがとうございます。作ってね。はい。じゃあ次お願いします。次は誰だ、なんだろうなんだろう、あ、かなさんだ。かなちゃん、はい、こんにちは。こんにちは。
私です、ね、これ初めて髪の毛を切った記念日。初めて切って、うん、そして生まれてから初めてドネーションしたの。すごい。これ読むんだよね。あ、読んでください。お願いします。ぼやけちゃったね。1ページ目は、うんとね、生まれてからずっと伸ばしてきた髪の毛をかけるくんのママに、あ、かけるくんのママってあの野球部のお友達なんだけど、うんうんうん、かけるくんのママにカットしてもらうことに。初めての美容院、椅子に座って緊張気味のナナちゃん、今回はママの希望でヘアドネーションすることに。で、次のページにすっきり短くしてもらって可愛くなったね。ナナちゃんの髪の毛は病気で髪の毛がなくなってしまったお友達にプレゼントできるようにかけるくんママにお願いしてドネーションカットをしてもらいました。元気でいられることは当たり前のことではない。毎日元気に楽しく過ごせることに感謝して誰かのためにできることをしていこうね。ナナちゃんの髪の毛が誰かの笑顔につながったら幸せだねって書いたんだけど、なんか多分まだわかんない、うんうんうん、これ去年かな、一昨年か、2018年だから、うん、3歳の時かな、うん、もう3歳の秋に初めて切ったんだけど、これ読んでるかな、いつかでも分かる時が来るね、ちょっと。そうそうそう、でもなんかこのナナちゃんの髪の毛はなんか病気のお友達にあげるんだっていうのを言ってて、その時はなんかそうずっと言ってたりとかしてたんです、ね、その時の反応ってどうだったナナちゃん。なんかまあそんな分かってないと思うんだけどそうなんだみたいな感じ。そっか、でもここに書いとくことでね。そうそうそう、なんかすごい気づくよね。でまたこれぐらいに伸びてきたから、そこの間聞いてみたの。なんか、うん、友達にあげるって言ったらまだ切りたくないって言ってる。今ちょっとラプンツェルブームだから。あ、そうか。もうラプンツェルだったら超長いからな。何人分になるのっていう。でもなんかまた切るときにこうやってなんか意識してもらえたら嬉しいなって、うん、そうだね、そう、人のためになって、ね、髪の毛筆にするとかいろいろみんな、うん、ママ取っとくとかいろいろあるけど、うん、取っとけない人だからあと自分の髪の毛さ短いから、うん、なんかそう子供に託すっていうかあ、そうか、うん、なんか30センチ以上とかなんか決まりがあるんだっけ。そう、なんかあの、ね、これはね15センチドネーションで、うん、友達の美容師さんに相談したら、うん、いいよって調べて15センチできるからって言ってやってくれたんだけど、もう左側の写真の奈々ちゃんを見ると腰ぐらいまで来てるもんね、うん、そうなの。なんか先生、うん、幼稚園の先生にもちょっとトイレで入っちゃうから切ってくださいって言われてあの便器でねそういうこと言われてすいませんみたいな感じそうだったんだけど、でもそれがすごい右のページでさ何のためにやったのかっていうのとね、その笑顔につながるんだよってことがかなちゃんの言葉で書いてあって、すごい、そう、なんかそう身近なお友達にやっぱりあの障害がある子がいるから、うん、なんかそういうのもナナちゃんちっちゃい頃からこう分かんないけど触れてきてはいるから、うんうん、なんかだんだん、ね、そういうのも分かってくれるといいなと思って、ね、なんか人を優しくこう見守れるというか思いやれる心にアルバムって育ててくれるから、ね、なんかこのね、初めてだけど人に役に立つっていうのが、ね、なかなか意識しないとそういうドネーションとかもできないからね。それをかなちゃんが、まあ、やってくれて、ぬなちゃんと一緒にできて、そうなの、いい記念日ですね、うん、すごい良かったと思って、うん、これなんかあのドネーション証明書ももらえるのね、そうなんだ、そうなの。だからすごいファーストカットには絶対おすすめと思って、男の子が知らなかった、ね、昔なかったよねこういうの ね、 ね、まあ、今からでもいいよね、今から、そうそうそう、うん、大人もやってるし ね、 ね、大人の人って、うん、そうなんです、ネーション記念日、
はい、人の笑顔がにつながる記念日ですね。そうです。はい、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。じゃあ次お願いします。お、どうしたこの写真。こんにちは。こんにちは。私の写真はあの洋服が頭を通らなくなってかわいい。左側の写真がちょっと大変な感じ。でも笑ってるし。かわいい。かわいい。え、じゃあジャーナリング読んでもらっていいですか。はい、顔が大きいのかな。ちゃんと自分でお洋服着れるのよ。でもあれこの T シャツちっちゃい。入らない。ダメだ。こうちゃん大きくなったのよ。すごいかわいい。こんな素敵な、この間まで着れてた T シャツがなんか入らなく、あの袖に頭を入れてんのかって思う時ない。なんかここ袖だよみたいな時もあったけど、これは本当にあのちゃんと首が通る場所なんだけど、うん、入らなくて。この顔の向きじゃない、入れる。まあ頭のてっぺんからじゃないからね。そういうこと。顔入れちゃったからかな。顔から行くタイプなんだね。なんかあのうち全員男の子なので、うん、お兄ちゃんが着てた服からずっと下がっていくじゃない。うんうん、なんか本当に今もあのパッて見た時にあれ誰みたいになる時あるの。よみがえる、その洋服で。その3歳の時とか、うん、小学何年生の時とか蘇るし、そういう洋服で思い出もあるじゃない、うんうん、あの洋服を見て思い出してページを思い出してって全部つながるわけ、うんうん、濃いね。そうそう、記憶がそうページにあるなみたいな。なんかで最後今三男が洋服を、まあ、もう中学生だからこの頃の洋服とかももう、うん、バイバイしてるのはいっぱいあるけど、うん、なんか寂しいんだよね。なんか3人が来て、うん、終わりっていう風になったお洋服ってすごいなんかあーもうこれで終わりかみたいなさ、そうなんかちょっと寂しいけど、でもね大きくなってもらわないと困るしみたいな、ね、困るしね。そんなお洋服を着替えるシーンで成長を感じられて、しかもちょっとユニークっていうか笑っちゃうページ。これね朝ね琴恵さんが送ってくれて、うん、朝一私見てもう超癒されて今日も頑張ろうって思った。本当こうピロってめくってきてももう笑いからだったもんね。琴恵さん本当に癒される。でも本当ついこの間だと思う。なんかだいぶ前でしょこれきっと ね、 ねちっちゃそうよ、うん、だってえパンツおむつではないからパンツだなと思って。パンツだね、うん、幼稚園ぐらいかな、ね、入る前、うんね、もう本当もう今なんかほら全然、ね、声変わりもしちゃったしさ、うんね、だからあーなんかついこの間のことなのになーって思いながら見るよねこういうのって、うん、またジャーナリングの書き方も面白いですそうなんかこうちゃんの気持ちみたいなのと最後はあの杉山さんの大きくなったからなんだよふふふっていうのがあったかいはいそんな感じでした。はいありがとうございます。ありがとうございます。次は誰だ。あ、めぐみちゃんかな。めぐみちゃん、はい、めぐみちゃん、はい、こんにちは。こんにちは。私はこれはジャーナリングがりく念願だったパパのボランティアのお手伝い、ママの代わりにのつもりが汗だくですっかりいい感じ、
ボランティアのおじちゃんたちにもパパにも褒められたもんね。また次もお願いね。だって、リクとってもかっこよかったよって書いてあるんですけど。ボランティア。そうです。これはパパが、会社の代表として行く、これ益子の陶器市なんですけど。わー、ゴールデンウィークとか？そうです、そうです。うんうんうん、なんか陶器市の、あの街並みをその壊さないっていう清掃ボランティアなんですけど、うん、そう会社の代表としてなんかあの、ね、うちの電気屋さんのそうあの旦那の電気屋さんの名前を背負って、うん、あの代表で行くんですよ。でこれあのこの前にも私とパパでボランティアとか行ってて、うん、でなんか子供たちが学校とか幼稚園行ってる間に私が一緒にじゃ あの会社の人連れてけばいいものをあの社員をそこに避ける時間がないとかっていう、うん、あのだったので私が手伝いに行ってたりとかして、そしたらなんか、うん、俺もゴールデンウィーク中だったら行きたいみたいなことを割と何年前とかからあの数ヶ月とかじゃなくてその年をまたいでぐらいなんか俺もやりたいみたいな、ま、ずっとそのお母さんはいいからこう言ってたパパが言ってるのを見ててちょっといいなって思ってたのかな、やりたいみたいな、やりたいと思ってたんだ、うん、で私が言ったから私がお母さんでもできんなら俺もいけんじゃないかくらいにあの言っててで俺もなんか僕もパパの役に立ちたいみたいなことで、そうずっと言ってて、でやっとこれがなんか念願かなったボランティア記念日で、うん、でこれはリクにとっても初めてのボランティア記念日だったんですけど、そのやりたいって言ったのになんで連れてかなかったかってちょっと怪しかったからでリクがあのリクをその会社の代表の名前を書いてこいつを連れてけるかみたいなパパの気持ちもあり、それでやっとこの年になってなんかやっとあのパパがうん、じゃあ俺連れてこうかな陸をって言ったそのパパがなんだろうな認めたみたいな、そうそうそう普段は認めてたりもするんですけどでもそれだけじゃなくってその会社のなんか俺の息子ですっていうところも、うん、こう会社の代表として認めたみたいな記念日で、うん、だから2人にとってのボランティア記念日だねっていうなるほど深いそうなんですよ男同士でこの後ろ姿の背中も、ね、ちょっとあのすごい好きジャンバーがちょっと大きめっていうかブカブカで大きめでブカブカでそしたらおじちゃんたちもそうあったかくってなんかもう来てってまた来てって言われてっていうなんかこのねほっこりした誰かが撮ってくれたんだねこの写真を、あ私が撮りに行きましたこれは行ったんだそうなんだそうそう行ったけどでもあの私はこうそーっとボランティアの人にもなんかバレたらね私手伝わないのにって思われたらあれだからそーっとそーっと私とあの娘は一緒になんか電球ソーダみたいななんか益子の陶器市楽しんで今流行りのそうそうこの時なんかねあの最先端だったそんなのとかやってましたね、まだ娘が全然こう手伝えるとかっていうレベルじゃなかったから私は娘担当で食器割らないでねみたいな感じでいたんですけどそのうち家族全員で山谷家がボランティアに行く日が来るかもしれない。あでもあの移動しちゃったからもうあの益子じゃなくなっちゃって儲かになったからそうなんです。だから今年は別な店長さんがきっと行ってると思うんですけど。そうあないか陶器市が今はないかだからねちょっと影響でね、だけどはいもううちはねしばらくは行かないかなとボランティアには行けないかなと思うんですけど、うんはいそんな記念日でした。あそうですね。すごい聞いてみるとそんないろんなことがね裏であったんだっていうのが分かって、ねありましたね、きっとこれを見るとそれをまた ねめぐみちゃん家ではぶわっとよみがえるんだろうね。そうですねパパのこの時の気持ちと ね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ次は次あやさん、あやちゃん、あ、ちょっと待ってね。ジャーナリングを読んだ方がいいかな？はい。あやさん、私別のお仕事でお休みなんで。そうです、そうです。代読、代読。読むよ。
あ、じゃあゆきちゃん読ん、私あっちのもらった文面を読もうか。はい、あやさんのページ。初めてのクワガタ飼育。台風直撃通過の朝、けいちゃん、台風で車が飛ばされてないか心配と、6時半に起きて玄関を出て、重たいけいちゃんを抱っこして車を確認して、よかったと一安心して、ふと見たら、6階の踊り場のに近いところにいました。わあ、ママママ、捕まえて、虫かご出してきて、くぬぎマットは蜜ゼリーがない。軽いパニック。ママは一人しかいません。のが男子的にはやはりかっこいいんだって。虫は全体的に嫌いなママも、けいちゃんのおかげで角が立派だねなんて観察できるようになりました。クワって呼ぶと、クワガタちゃんって呼んで、でも男の子だよ。けいちゃんもちゃんでしょと言って溺愛していました。かわいい、なんか初めの冒頭でももうなんか、ね、車が飛ばされちゃってんじゃないかっていう心配のところからがかわいいんだけど。かわいすぎる、ね、しかもいっぱいママに要求をしてますね。軽いパニックで、ね、あやちゃんからね文面もいただいてるんだよね。うん、これはこのページは初めてクワガタをお家に迎えた記念日のページだそうです。でそれまでカブトムシは飼ったことがあったけど、クワガタは憧れがあるものの触ることができなくて飼うことはなかったって書いてあります。でも台風の翌日にマンションの踊り場で見つけて お家に迎えました。うちのけいちゃんは夏生まれで、初めてカブトムシを飼った年から自分の誕生日には虫さんを自然に返すという形で買ってきました。絵本の小人図鑑を読んで、狭い虫かごの中にずっと閉じ込められているのがもし自分だったらというページがあって、それを読んであげたからバイバイするという習慣ができました。このクワガタちゃんも誕生日にバイバイしたよ。カブトムシの時は冬を越せないって分かっているから自然で楽しんでねって言っていたけど、クワガタは冬を越せるからまた来年も6階に来てねって言ってました。この時あのマンションの6階にあやちゃんは住んでたんですねって言っていたそうです。すごい、なんかあやさんもね書いてたけど、虫が苦私超苦手だからこのね男子ママのすごい、ね、あるあるかね。ママは ね触れないって方結構多い人もいると、もう、ね、私もダメかも。特にイモムシはちょっとな。イモムシね、ダンゴムシとかね。ね、ダンゴムシ私触れるけどね。あ、ほんと？うん。手のひらにいっぱいできるけど。いっぱいね。うん、だけど、イモムシ系がな。すごい。でも、こうやってね、動物を飼うことでいろんな気持ちとか、うん、あの学ぶよね。ね、優しい。ね、杉山さんのところは虫、こうちゃんダメなんだ。そっか。3人、まあ、兄弟によって全然違うんだね。うん。うん。ゆなちゃんとか。広いのにね、すごい。虫いっぱいいそうなのにね。ね、でもこんな初めてのクワガタ記念日。うん、いいね。すごい。そのなんか、けいちゃんのはこう喋った言葉とかも、こうやってジャーナリングに残ってるって、かっこ書きでね。ね。かわいい発言が書いてあったりして、これも記念に残っちゃう。うん、うん、じゃあ、はい、次のページに行きますか。あやちゃんありがとう。今日はねちょっといないですけど、うん、ありがとうございます。次はあ、ゆうきちゃんちっちゃい、なになに私知らされてないんです、この内容ね。ちょっと読むね。お願いします。2012年1月27日は、ゆなちゃん10ヶ月と17日目で初めて一歩歩いた記念日です。うん、あ、そうだそうだ。そう。朝、ばあばから LINE が来ました。この日のことは覚えているよ。いつものようにローテーブルに捕まり、捕まり立ちしていたゆなちゃんが両手でバランスをとって、うん、1歩2歩と
5歩くらい歩いたの。目がとてもキラキラしていて、初めて自分の足で歩くって、大人だったら空を飛ぶくらいの出来事なのかなと思ったよ。6年後、2018年1月27日のユナは髪の毛を切り、元気に走り回っていたよ。元気に育ってくれてありがとうって言って、この、あの写真を並べるのもすごい、そのお母さんのね、そうだ、お母さんのエピソードを聞いたんだった私。そうそう、この日は多分、このページ作ったの2018年なんだけど、ユナが久しぶりに美容院に髪を切りに行って、うん、この時に多分母から LINE が来て、今日は歩いた記念日だよって手帳に書いてあったんだって、親より覚えてるっていうおばあちゃんすごい孫愛がいや、そうそうだと思って、うん、この写真を探したんだよね。じゃあこのページはそのもう歩いた時のページは別にあるけど、そう、今のゆなちゃんとこう比べる感じで現像して作ったの？そうそうそう、この立った瞬間の歩いた写真連続で何枚か撮ったページはあるんだけど、なんか私もこういうアルバムをね作ってもらってて、親にすごい覚えてる、その自分が初めてテコテコって歩いてるページ写真を、覚えてるんだ。この記憶があったから、ユナの歩き出しも絶対に撮ろうって、まあ、みんな歩き出し、お母さんシャッター狙うと思うけど、うん、ちょっとね周りが汚いんだけど、突然の出来事そうなんだよね、突然に歩き出したり立ったりとか ね、 ねするよね、その時期寝返りしたり。そうでも本当、この歩き出した時のこの顔がね、本当なんか誇らしげっていうか、何が起きてるか自分でもちょっと分かんないみたいな感じで、うん、手をね広げてバランス一生懸命取ってかわいい、そして一方左側は元気に走り回るそうそう育った、なんか何年かごとに並べてっても面白いかなと思って。本当だね、その初めて記念日を同じ日に撮るっていうのが、うん、あ、なかなかそれはやったことないな、すごいいいかもしれない。私ね、たまにこの年代別の今のユナと昔のユナとかを1ページにして書いたりするかな、ページ作ってるかも。すごい成長がぐっとわかるもんね、うん、1ページだけでね。そうそう、うん、嬉しいと思う、多分これを見たらユナちゃんも。ねえ。ねえ。かわいい。かわいいね。この赤ちゃんユナさん見たことあんまりないから、すごい。髪がくるくるだったんだよ、この時。ね、本当だね。だからさ、リアル切りするのにさ、すごい苦労して。本当周りだけめっちゃ激しく巻いてたの、ユナ。でもさ、それを切り落としちゃうとユナにならないから。うん、そうだね。すごい切ったよね、ぐるぐる。ちょっとね、こう、開けて切らないと。1月27日が初めて歩いた日記念。はい。かわいいページでした。我が家の記念日でした。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ最後、泉さんの。そうだ、うちです。こっちから。はい。F2F で作ったね、このページ、あ、じゃあジャーナリングから読みましょうかね。うんうん、昨年から高齢化しそうなリンの一人っ子の旅、お盆前にリンだけ早めにママの実家に一人で行くの。リンは長女。どうしてもいつもレンがくっついています。それを何日かでも離れて過ごすの。喧嘩ばかりだから離れるとリンにとってもレンにとってもママにとってもいい効果があるといいなと。今回は会津行きの電車。前回はすぐ眠ったらしいので気をつけて栃木駅で降りてと書いてあります。で一番下の方に、美和子ばあばというのはうちの母なんですが、美和子ばあばから無事着いたよの連絡、ほっとしたよ、お山のお家でたくさん甘えるのかな、こっちではなかなか甘えられない、いいんだよ甘えても、ママさっぱりな接し方なので甘えづらい、だとしたらごめんね、お山で宿題進めておいてね、笑いって書いてあります。この一番最後の文章を私が読んだ時にリンはちょっと泣いてたんですけど、そう、多分甘えたいけどお姉ちゃんとしてこうね、しっかりしなきゃみたいな。この写真は小学3年生の少女が、うち小学3年生になったらうちの実家に一人で帰るっていう一人っ子の旅というのをさせていて、初めて一人っ子の旅記念ですね。電車に乗ってもう一人で行くっていう感じです。まあ電車一本なのでできるんですけど、本当あの
他の人にくっついてちゃダメだよって言ってで携帯も何も持ってないのでもし栃木を通り過ぎて会津の方に行ってしまったらどうしようっていう感じなんですけど、まあ、栃木駅では、うちの両親が待っててくれて降りてきたよってすぐ連絡があったので大丈夫だったんですけど、そんな記念写真なので、これはプラットフォームから電車に乗ってるリンを外側から撮った写真が、すごいね、3年生でしょ、うん、3年生私できないかも私が心配で今4年生でしょ、そうすごいいい顔してるよね、そうそう、やっぱちょっとなんて言ったら一人でね、あのこれから行って、うん、こうなんつうの一人で全部やるんだっていう感じで、うん、ウキウキな感じ、不安っていう感じではなかったね、へ、実際やってみるとできちゃうんだなって、成長も感じた、隣のおじさんとか知らないおじさんってことですよ、そう心配、私そうだから私がなんかバイバイとかやってるからちょっと、うん、この子は一人ですよろしくみたいなちょっとそういう感じもありますけどね、うん、だからって変な人についてちゃダメだよっていう感じですけど、うんうん、でもりんちゃんがそのやっぱ泣いちゃったっていうのはなんかね分かってくれてたんだなって思ったのかな、うん、なんか下のそのたくさん、あ、私にね甘えられないっていうところ で、うん、で甘えていいんだよっていうところが多分、うん、あのなんかこう普段気張り詰めて頑張ってるから、そう私もさっぱりな接し方なので手をつないだりギューとかあんましないので、多分そういうところでなんか甘えたかったのかなとかいうのもあったから、ちょっとごめんねっていう謝罪も書いてあるんですけど、うんうん、まあその分うちの実家で楽しんでおいでだけど宿題をやってきてねっていう夏休み8月の7日のページですね、うん、これりんちゃんバージョン、そうなんです、で私ちょっと2ページ出させてもらってて、こういくね、そう次のページがねこのレンなんですね、また同じ電車のプラットフォームの外側から今度レンの一人っ子が小学3年生でまた実行されました、うちじゃレンのページ、あのレンがついにずっと憧れていた一人っ子の旅に出ました。2016年の夏、リンも小学3年生で一人電車に乗りママの実家の栃木に行きました。それを送り出す側だったレン、お姉ちゃんのこといつもよく観察しているレン、我が家で一番小さいレン、食べる量もみんなより少ないレン、いつも泣かされているレン、そんなレンが一人で栃木まで行き、バーバの家で約1週間過ごしました。お手伝いをしたり、自分のことは自分でしたりとしっかりしていたよとバーバより教えてもらい、レンの成長はパパママが見ている部分だけではなく、それをはるかに超えて伸び続けているのだと実感しました。人懐っこくきちんと挨拶できるところ素敵だと思います。ママの真似っこをよくするけれど笑い。服や持ち物って書いてあります嬉しく思います。パパのことも大好きな様子がすごく嬉しいです。リンと仲良く寝る姿も好きだよって書いてあります。すごいこれもね、その小学3年生になったら一人っ子行くんだって、多分ずっとリンのことも見ていたので、自分もいつかこの日は来るという、うん、さっきのページは見送る側として一緒に同伴してたけど、うん、今回は自分がリュックを持ってね、キャリーを持って行く姿です。でこの日もね同じなんです、8月7日リンも8月7日に出発してて、たまたまこれでたまたまなのか全然意識してないです。すごいね。そうでお盆になった頃に私たちが後から追いかけるっていう流れになっています。そうか、今年はねちょっとそれがね実家に行けるかなって、行けないかなって思ってるんですけど、 そんなことを小学3年生になると渡辺家ではこれが試練ですでもそれがとてもなんか子どもの成長もねすごい感じられて、うん、うちの母からこう報告が来てこんな様子だよっていうのもねすごく嬉しかったです、うん、ね、本人もね親にもとってもね、うん、いい時間ですねきっと ね、 ね、そう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 、行っちゃったね、プラットフォームでちょっと寂しいのに、うん、家帰るとあれ静かイエーイみたいになっちゃうんですけど、イエーイなんだ、私泣いちゃう多分泣いちゃうほら私さっぱりしちゃってあすごい静かだね、あれいないからだねなんて言ってリンと過ごすとかね、まあ、お互いにちょっと離れるといいっていう時もあるのでうん、うん、そう、そんな記念日でした。はい、
はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、トピ3、はい、お願いします。はい、お、結構いい時間だ。本当だね。ゆっくりしてた。最後ちょっと聞いてよ。はい、なんですね。はい、そうなんです。今回のちょっと聞いてよはゆうきちゃんです。私。そう。みんなでしょ。みんなもなんだけど、まずゆうきちゃん。はい、今日あの運動会のページ作ったんですけど、うん、今日お話ししたいのは、みんなジャーナリングを書くときとかどんなことを大切にしてますかっていうあのお話をしたいなって思ったんですけど、私がいつもあの子育てを通じてとかアルバムを通じて伝えたいなって思ってることが2つあって、1つはいつも言うならしくいてねっていうことと、もう1つは、いつも応援してるよっていう、この2つを、メッセージ伝えていきたいなっていつも思ってます。で、ゆならしくいてねっていうのは、ゆな幼稚園の時キリスト教の、 あの幼稚園通ってたんですけど、そこの園長先生がいつもなんかありのままを受け入れてくださいみたいな、そういう教育方針の先生ってすごい素敵で、あの幼稚園の説明会にいた時に、その先生の第一声が、お母さんたちみんな頑張ってます、そのままでいいんですよ、よく頑張ってますって言った。私説明会で超泣いたのですって。あーと思って。でもそれが本当まさにありのまま、今のままでいいんだよ、頑張りすぎなくて大丈夫だよっていうありのままを受け止めてくれた瞬間だなって思ったことがあって、なんか私もそういうお母さんでいたいって思ったのが、まあ、すごい強く思ったことなんだけど、なのでいつもそのゆならしくいてねっていうことを書くようにしてます。でもう一つはいつも応援してるよっていうことなんだけど、最近ちょっと悲しいニュースとかもあったりしたと思って、また思ったこともあったんですけど、なんか応援と期待って似てるようで実は全然違うものじゃないかって私はいつも思っていて、期待っていうのはその人が勝手にこう枠を決めて、そこに入ったら丸、入らなかったら×みたいな見方じゃないかと思っていて、でも応援っていうのはあのどんな時も応援してる、結果が良くても悪くても丸、いつもどんなでもいいんだよっていうのが応援っていう心なんじゃないかなって思っているので、私はそのマインドをいつも大切にしていたいって、それはユナにもそうだし、パパにもそうだし、あとはアルバム仲間にもそういうマインドでいつも接していたいなって思っていて、応援してるよっていうのを書くようにしてます。でもこれからまあユナが大きくなっていって一人で社会に出ていくときには、まあ、いつかはその期待に応えなきゃいけないという場面も絶対出てくると思うんですけど、そういう時にこうなんかぐしゃってならないように、よし頑張ろう、やってみようって思えるような子に育ってくれたらいいかなと思って、いつももう魅力とは思ってるんですけど、ジャーナリングにどんなシーンにも書くようにしてます。で今回はこの運動会の、ちょっと見にくいんだけど、ゆなちゃんがとびきり真剣のかっこいい顔をしてるページに、そういうあの今まで頑張ってたねっていうのと、これからも応援してるよっていうのと、ゆならしくいてねっていうことを書いて、なんかちょっと心がすっきりしたページになりました。はい、なんでみんなも多分ありますよね、皆さんもこういう子育てをしたいとか、こういうことを伝えたいっていうのをいつも書いてくれてると思うんですけど、うん、私はそんな感じでした。はい、ありがとうございます、はい、私もなんか応援してるよっていっぱいいろんなところにね書いてありますが、私も、ジャーナリングで大切にしてることを話したいなと思います、うん、はい、結構私もこの前の前回のかな、あの私の経験とかを書くこともあるんだけど、それはもう決して子どもに対して押し付けじゃなくて、ちょっと年齢がこう大きくなってきてどんどんそういうことを書くようになったんだけど、なんか小さい時はね、可愛いね、大好きだよ、応援してるよみたいな感じだったんだけど、大きくなってきたらこういろんな壁にぶつかったりするので、ちょっと
参考にしてもらって、それを今度自分流に変えてもらいたい。リンらしく、さっきね、ゆなちゃんらしくってゆうきちゃんが言ってたけど、私はリンらしくとかレンらしく自分流に変えてもらって、自分がだったらどうしようっていうふうに考えてもらいたいなと思って、私の経験とかもちょっと書いて考えられるように、なんていうのかな、自分で考えてどういうふうにしていったらいいかなっていうふうに、こう誘導っていうか、自分で考えられるように育ててもらいたいなっていうような書き方をしていたりします。あとは写真に写ってない出来事とか、やっぱり私の心の中に秘めてるものとかがあるので、それを、応援という言葉に変えたりとか、いつも見てるよっていう言葉に変えたりとかして書くようになるべくしています。やっぱり写真だとこう視覚的にイメージがすごい残りやすいので、だけど実はその裏側にいろんなこういう親の思いがあるとか、周りの人がいっぱい支えられてたんだよみたいなのも多分写真ではわからないことがあるので、それを知ってもらいたいなと思って書くようにしています。あと私はさっきさっぱり接しているって言ってて、結構さっぱり子供とは接してしまうから、口ではちょっと恥ずかしくて言えないことも書くようにしています。じゃあ、あともう一人、今日はねスペシャルで、かなちゃん、かなちゃんにもね聞いてよ、お願いします。はい、私がジャーナリングで大事にしていることは、なんかやっぱり私も泉ちゃんとかゆうきちゃんとかと同じことはもちろんベースにあるんだけど、あとさっき書いたみたいに、なんかこの生活、今いることが当たり前じゃないし、なんだろう、普通に生活できてること、特に今なんてなんかいろんなことができなくなっちゃったりしてると思うんだけど、そういうのに感謝して、周りの人にも感謝の気持ちを忘れずに生活していこうねっていうことはこう常に書くようにしてます。あとはなんか幼稚園の頃とかはこうできないこととかも、こんなことができなかったけどそれもまた可愛かったとか、なんかできないこともいっぱい、この前の入園式の写真とかもお返事できなかったねとかも書いてたんだけど、それでもなんかママとか先生とかもみんな見守ってるから大丈夫っていう、こうジャーナリングだったんですね、小さい頃は。でもなんか最近はやっぱりいろんな大人のいろんな意見もやっぱり入ってくる中で、うちなんて特に同居してたりもするので、私たちの夫婦じゃない意見もこう入ってきちゃったりとかして、こうちょっとあんまりここで言うのはあれなんだけど、毎朝朝食の時に学校に行く前に、今日は雨だから学校残念だねとか、なんか何もできないねとか、何か一個ずつマイナスをぶっ込むねことが起こるんですけど、ちょっとやめてよって思うんだけど、それ言えないから、そこをこうバンってするんじゃなくって、なんか本人にそういうことに目を向けるんじゃなくって、もっとプラスのことに目を向けて生きてほしいなって思って、このコロナの始まった時のページにもここに書いたんですけど、6年生になって、なんかラストイヤーがどうなるかわからないことがいっぱいなんだけど、修学旅行とかも運動会とかも、まあ、毎朝いちいち修学旅行は行けないよねとか、何か一個ずつ言われるんですけど、でもなんかそういうところじゃなくって、なんか できることを一つ一つ楽しんでいこうねっていう風に、こうやってジャーナリングで書いて、最近はなんかこれを見ていろんなことを感じてもらえたら、私からのメッセージを感じてもらえたら嬉しいなってすごく思ってます。でなんか野球の試合とかでも、なんかここにも書いてあるんだけど、勝てなかった試合だけど、どこだっけ？あ、サードを守ってた日なんですけど、サードに来た送球をすべてキャッチして一塁のかけるくんに投げてアウトにできたこと、このプレーが何度も見れただけでママは嬉しかったよとか、なんかそういう、なんだろう、具体的にできたこととかをなるべく書いてあげるようにしてて、やっぱり小さい頃のジャーナリングと、このここから6年生、中学生って上がってくるところの、なんか自分で読めるようになってくるところのジャーナリングって違うのかなってすごく
すごい感じているので、最近はこういうのを作ったら、このページもそうなんですけど、あの学校から帰ってきて階段上がったら必ず見えるところにイーゼルでこう立て替えて蹴ってあるんですけど、その前に椅子が置いてあるんだけど、そこに座ってじーって読んだりとかしてくれてて、なんかそういうので本当に周りからのいろんなできなかったこととかそういうのに左右されるんじゃなくって、本当にできたことに目を向けて、あの自分が自信を持って生きていける子になったらいいなと思って一生懸命こう書いてる毎日です。最近はなんかコロナの影もあってか、なんかリアルタイムに写真が作れてるので、そういう部分もやっぱ今の写真を今作れるのってすごくいいなって思うので、昔のも作ったりするし追いつかない時もあるんですけど、そこを気をつけながら、特にね、なんかこの成長期の子どもたちを持ってるお母さんとかは、本当にここにメッセージをどんどん書いていってほしいなっていうふうに、あの育ってきた今すごく思います。そんな感じで書いてます。はい、ありがとうございます。すごい自信につながるジャーナリングだね。そうなので、しかもいつも見えるところに椅子まで丁寧に置いてあるな。そう、なんか椅子はなんかあの水道もそこにあって、私がそこで水飲んだりとかするのにちょっと座りたいから置いてあったりとかもするんだけどでもちょうどいいとこにあるから、なんか、うん、なのちゃんもソータもそこに座ってじーって見てっていう風にしてくれてて、うん、それがねこう積み重ねると心にすごい自信、そう、自分に自信も持てます ね、持ってくれるといいかなって、うん、で今年のなんかなんだろう、自己紹介みたいな紙に、うん、長所、僕の長所、うん、ポジティブ思考ってでっかく書いてあって、そう、なんかちょっとあ、よかったと思って、すごいアルバムが、なんかそういうところもなんか響いてくれればいいなと思って、うん、ね、ほんといろんなことがあるからそれにね潰されないように、うん、でもだんだんねこういい子いい子できなくなってくるからね、大丈夫だよって、うん、そうそう大きくなるとね、そう、うん、だからみんなのこう先輩ママさんのなんだろうアルバムとか参考にさせてもらいながら、うん、私もジャーナリングの書き方そうそうそう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。あ、大変、3時を過ぎてしまいました、はい、はい、じゃあ次回のお知らせです、はい、次回みえちゃんとあやちゃんね、ちょっと今いないので、はい、じゃあゆきちゃんお願いします、はい、次回は34回目、7月29日水曜日ですよね、2時から、あやさんとみえさんコンビ、元気なお二人がお届けします。どうぞお楽しみに、また見てください。はい、ありがとうございます。それでは、皆さん今日もクロッパーズ TV を見てくださりありがとうございました。クロッパーズ TV では皆さんの大切な1ページ1ページを通じて未来がキラキラと輝きますよう、いつも応援しています。7月22日33回目の放送はこれでおしまいです。次回は29日水曜日、はい、2時でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。